しょうみたいな10本ぐらいだと実際ねみたいな。どんだけでかい噛まれんね、食べられんね人間。すごいな。最後のぐるっという一回転、それがグッと、それグリッと最後糸巻きぐらいに行かないよ。できる？大丈夫？緩めると取れるぜ。もっと竿立てて。あー、でっかー。すげー。そんなに大きくはないな。そう。これでですか？貝化系なんで、柔らかくて美味しい、ものすごく美味しい。今高いよね、キロ3000円。だから、居酒屋さんで食べたら、その倍取られたもん、取られる。ああ、そうですね。今結構入ったでしょ。でも合わせたから。合わせたんかな。合わせれたんかな、うまく。これぐらい合わせていいよ。その代わり絶対緩めない。離したらもう巻き続けないと、一瞬でも緩めると逃げちゃうよ。逃げちゃう。あ、もう今日は1匹釣ったから気楽にこれやいける。大丈夫大丈夫。もううちの常連さんはやっぱりみんなモンスターを釣りたくて、3キロとかですか？4キロからモンスターじゃない？でかすぎやろ。めっちゃ竿わかん。もうぐーっともうドラッグ出っ放しで、もうギリギリ出ながら巻いてるような。あんまり釣ってやるぞっていうのはさ、もうさっきが糸伝わってイカに伝わっちゃうから。イカに伝わる。伝わっちゃうからさ。上げていきます。はい。